リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズカントリークラブアーノルドパーマーコースで第2ラウンドとなります。アンダー目指して頑張ってください。はい、上がんない。え、何、首が痛くて上がりません。テイクバックが嘘、大丈夫、もうダメそう。またしてもとんでもないアクシデントがあり、高山香織選手ぎっくり首になってしまい、危険となってしまいました。谷田ゆりか選手が5オーバー以内を目指して頑張ることになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ほとんど罠はないんで真ん中行ってください。バンカーとバンカーの間。さあ5番ホール。え、これ5番だっけ6番だっけ。5番だよな。5番ホールパー4です。うん、ナイスショー。なんかドライバー調子良くない。はい、見事フェアウェイ左にナイスロングドライバーでした。残りは120ヤード。さあバーディーチャンスにつけることができるか。ちょっと引っ掛け気味で、グリーンの左にオンしました。チャイニーズマザーだね。グリーン上にやってまいりました。9番で打ったショットは約10ヤードほどオーバーしてしまいました。下りのスライスラインですが目が逆に入っているので曲がり度合いは考えるのがすごく難しいと思います。ですが目よりも傾斜の方が強いのでスライスはすると思います。下りラインとしてのパーセンテージは 75% というところでしょうか。ちょっとショットか、あ、来ています来ています、来ている。ナイスタッチ、ナイスパー、ありがとうございます。6番ホールパー5、短いパー5にやってまいりました。左ドックになってますのでフェアウェイ左がお得な最短距離です。おお、言われた通りのナイスショット、素晴らしい、ありがとうございます。最短距離ナイスドライバーでした。6番ホールパー5第2打地点、5番ユーティリティ180ヤードのレイアップです。まっすぐ綺麗に180ヤード飛んでいます。さあ次のショットでバーディーチャンスにつけられるか。6番ホールパー5第3打目、やや左足下がりのラインになってしまいましたが93ヤード52度でバーディーパット圏内につけられるか。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。さあ距離はどうか。あ、フレンドリーバウンドで右に跳ねました。ちょっとボールの位置は見えませんがグリーンに行きましょう。谷田選手6番ホールパー5見事に3オン、1メーター50センターの50センチのバーディーパットになっています。現在通算イーブンパー、ここで一つ貯金をぜひ作っておきたいところです。ちょっとプッシュしてしまいました。残念パーでした。7番ホールパー3にやってきました。今日のピンポジは右手前とバーディーが取れないようなピンポジになってます。170ヤード5番アイアン。ちょっと右に押し出してしまいました。カート道方面、右ラフ
ピンが手前なのでちょっと難しい寄せです。グリーン近くにやってまいりました。ピンが手前のため非常に難しいアプローチになります。グリーンをあまり使えないのでふわっとした球を上げないとボールが止まってくれません。見事寄せ切れるか。ちょっと薄く入りすぎてしまいました。約残り2メートル残っております。さあこれを入れてねじ込んでイーブンパーをキープできるでしょうか。ちょっと打てていませんでした。残念、ボギーになってしまいました。8番ホール、パー4。見えませんが、右側に池があります。届かないクラブで打つようです。ナイスショ。フェアウェイ真ん中。見事に3ウッドでフェアウェイ真ん中に止めております。119ヤードフォロー。おピンに向かって飛んでる。止まるか。ちょっとオーバーか。でもグリーン上にはあります。目の錯覚でしょうか。オーバーだと思いましたがぴったりバーディーチャンスについております。約1メーター50センチ。先ほどのボギーを消したいところです。今回はピンを抜いております。慎重にラインを読んで、ナイスバーディー。ナイスバーディーで先ほどのボギーを帳消ししました。前半最終ホール9番ホールにやってきました。若干左ドッグの長いパー4で2打目は水絡みとなります。1打目はフェアウェイ真ん中狙いです。フェアウェイど真ん中に超ナイスショットです。ナイスショー、ありがとうございます。セカンド地点にやってまいりました。170ヤード5番アイアン。おー筋ってるね。おーナイスショー。すごい近くないあれ。ありがとうございます。9番ホール見事にバーディーチャンスにつけております。約2メートル50、下りのスライス。さあ決めることができるか。惜しい。スライスをちょっと読み切れませんでした。ナイスパー。前半イーブンで回っております。さあ10番ホールパー4、右ドッグレッグ正面のバンカーに向けてティーショットを250ヤードというのがターゲットラインになります。言われた通りのバンカーに向けてショートカットのナイスショットでした。
ドライバーは注文通りのドライバーのナイスショットでした。残り123ヤード9番アイアンです。すじってるね。これも見えない。ちょっと右だったけども真ん中ナイスオンです。谷野選手相変わらずパーオンを続けております。約8メートルのフックラインのバーディーパットとなります。ナイスショットでしたが、少々風に戻されたようです。イブンパー続いております。ナイスパー。11番パー3にやってまいりました。155ヤード6番アイアンだそうです。グリーンは右から左に傾斜しております。手前は難しいピンポジションになっています。左バンカー方面、バンカー手前ちょっとダフってしまいました。グリーンからの見た映像になっております。約40ヤード、バンカー越え、なおかつピンが手前のためにふわっとした高い球を上げないと止まらない状況なので、非常に難易度の高いショットが要求されます。谷田選手しのぐことができるか。ふわっと上げましたが、ちょっとオーバーしてしまいました。約4メートル弱、大事なパーパットです。下りになります。お、見事ナイスパーセーブでした。素晴らしい、しのぎました。12番ホールにやってまいりました。罠満載ホールです。右90度ドッグレッグで、フェアウェイ真ん中に落とせばまた次も2打目も池越えの、ショットとなり、後半のハンディキャップホールになってます。さあこの罠満載ホールしのぐことができるか。よいしょ、言われた通り。おー、ベースポジ、ありがとうございます。ナイスショット、第1打超ナイスショットでしたが、今日のピンポジがすごくえぐい、2段グリーンの奥になっていて、木が邪魔で狙いません。お、さあ木に当たらずに乗ることができるか。乗ったよな。お、ナイスショット。近いよそれ。本当ですか。結構木すれすれ当たらずにギリギリのところで、なんかすごい近いと思うんだけど。谷田選手、難関罠満載12番ホール、超アグレッシブなショットで1ピン以下のバーディーチャンスにつけています。さあ果たしてこのラインを読み切ってバーディーを取って通算1アンダーにできるか。ちょっと左に外してしまいましたが、難関罠満載ホールパーでした。ナイスパー。